矢野監督が色紙を持ち出してきた時のみんなの反応。なんか出してきた。なんやねんその色紙は。おいおいやばいな。うわ頭おかしくなってるわ。何言ってるんやの。出たスピリチュアル。ほんまにやばい方向に行ってるんやな。なんか始まったぞ、もうやめてくれ。やばいなガチで、狂人が監督やっとるわほんまに。怖い怖い、やめてもらった方がええわ。何言ってんのこいつ、公私混同も甚だしい。矢野こんな余裕あるなら、まだまだ隊長の心配せんで良さそうやな。むしろ壊れきって無敵化してるような。ああまた矢野教団や、やばいインタビューやん。マジ必要ないわな、今年で辞めるから開き直ってんだろ。久しぶりに勝ったのにスッキリさせてくれないのはなんでだ。文字職人とかまた新しいワードぶっこんできたな。ちょっといいですか、って何言い出すかわからなくて怖かった。なんで普通ができないんだこの人は、ちょっとやばいやつだろ。野球史上最大のインタビューだったわ、すげえ鳥肌立った。これから他球団は絶対負けるなよ、こんなん広まったら純粋にプロ野球ができなくなる。こんなん負けまくるのも当たり前よな、キャンプからこんな調子なら選手たちみんなドン引きやろ、むしろ勝ちまくってきたら洗脳完了みたいで怖い。不況活動したいのがメインで1年間文句言われても大丈夫なように先に辞任発表したんやない？よしくは前々からやってたけどここまで何かやる人だっけ、なんか明日以降も大変そうやな阪神。すごい雰囲気で終わった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。